回はブラブラコラボのダンジョンの最後デブチョコボを戦っていきたいと思います。でメンバーは今回共鳴してるメンバー多めで、イリアさんに関してはちょっと魔法パーティーで挑みたいなと思ったから一応来てもらってでぐらいで、今回あれだよね、デブチョコボを眠らせないといけないから、この子守唄で眠らせて、あとは魔法バンバン、ただちょっと火力足りるかなって、だからケットシートモグに一応ダリア持たせてで、これでいけるかなっていう。でセイラさんのレベルが必死に上げたんだけど、1からまだ65しかないから、それも大丈夫かなっていう。でフレンドさんは日向さんの鉄壁を取りします。いいね曲が。でデブチョコボは攻撃力防御力を下げる。で超暴走状態になる前に撃破。これがどういうことなんだろうと思って、一応眠らせておけば大丈夫みたいに書いてあるから、とりあえず行ってみよう。はいはい、いるかな。できれば一発で行きたい。デブチョコボね、ここにもいるけど。やめず行き、あ、強い。何が効くんだろう。弱点とかはね、これと言ってないから。てか、可愛い。え、危ない。可愛いけど危ない。マジでアタックしかないんだ。HP は高めだね。ダリア。あ、おいおい。かわいい鳴き声。森田。かわいいけど。あ、寝ない。寝ないな。嬉しいよね、これ。カースト。なるほど。まあ、イデアさん共鳴してないから、あまり火力出ないよね。森歌。あ、入らないな。どうしよう。ダメージ量はね、そんなに、いいって感じかな。けれども。え、何？うわ、マジか。エスペルされちゃったから、ヘイストが。ないのがきついな。ほんと寝ないね。あ、入った。いいね。よし。よしよしよし、いい感じいい感じ。で、これが終わったらあれだね、そろそろ鉄壁を入れ直して。あ、強い強い。確認してると強いな。
次の、モグで鉄壁を入れよう。順調順調おいそうじゃん。で、ブレイクフィーバー。あ、フィストしかいない。あ、でも強い。欲しいの欲しかったな。てか起きないね。これあれって魔法攻撃だけだから起きないって自動で起きるよね。あれあまりにも起きない気がする。あ、起きた。そんなこと言ったから起きた。そろそろ使ってみる？これ、これ。動画的にね、まだ使ったことないもんね。私一回だけ見たけど、結構良さげな感じだったんだよね。来た。いいね。ミュータ入れなくてもいいかな。っていう気もする。あー、鳴き声かわいい。あ、魔力下がってる。でもなんかチョコボにこんなに攻撃しまくってるのちょっと申し訳ないよね。あ、ナイス。なぜか。あ、終わったね。あれ、終わってない。え？ああ、終わった終わった。よしよし。ああ、嬉しい。400。この音楽がいいね、ほんと、これ、このコラボ。ああ。よしよし。よしよし。よし、ニューシジのフラグメント欲しかったんだよ。よし、無事に勝ててよかった。とりあえず今回のイベントすごい多いからやることが、
次は多分あれだね、これだ、コロシアム、この女子力この女子力試しを多分次はやろうかな。よし、とりあえず今回はバイバイ